オレンジカード。オレンジカードとは、JR 各社で利用できる、時期式、プリペイドカードである。略称でオレカとも呼ばれる。日本国有鉄道、国鉄時代の1985年3月25日に、関東圏の主要駅で販売が開始された後、全国で発売されたが、2013年3月31日、限りで発売を終了した。1971年。 昭和46年に研究と開発を開始、マルス105開発や国鉄経営難等もあって、開発は数回中断している。1984年、昭和59年、JR カードの開発と同時期に再度開発をした後、当時から IC カード化にも意欲を見せていたが、この時は断念している。開発プロジェクトのリーダーは、当初から須田博後に、 常務理事を経て、JR 東海の初代社長が担当している。オレンジカード対応の自動券売機で、乗車券、キップ類の購入に利用できる。また、オレンジカード対応の自動生産機や、友人改札のカード処理機で乗り越し生産にも、利用できる。もっとも、イオカード、J スルーカード、YY カード、以上いずれも発売終了のように、自動改札機に直接投入して、 自動生産することはできない。JR の駅の緑の窓口やカード発売機のほか、一部のデパートで購入することができた。また、JR の一部特急列車でもオレンジカード発売の案内放送があれば、車掌から購入することが可能で、その中には、車内販売限定オリジナルデザインのものもあった。新幹線のみが停車する北陸新幹線の案中、 春名駅や東北新幹線の岩手沼区内駅、二子駅、八戸駅、七戸十和田駅、東海道新幹線の新富士駅、在来線の無人駅及び緑の窓口、非設置駅では、オレンジカード対応の自動券売機が設置されていない、ため、オレンジカードを使用しての乗車券類の購入はできない。ただし、新幹線のみが停車する軽井沢駅、上田駅、高下高原駅や、 無人駅が多い鶴見線や大梅線の各駅、一部の緑の窓口非設置駅などでは、オレンジカード対応の自動券売機が設置されている場合がある。緑の窓口設置駅でありながら、他社管理駅である小諸駅、品野鉄道管理駅、八戸駅、在来線は青い森鉄道管理駅と自動券売機非設置の左沢駅などでは、使用することができない。 オレンジカードで購入した乗車券類は緑の窓口で乗車変更の取り扱いが可能である。他の乗車カード類の場合も共通するが、オレンジカードで他のオレンジカードや他の JR の磁気式乗車カード、用カードなどを購入したり、スイカ、イコカとかキーとか守護カの JR の接触型 IC カードを購入したり、チャージ、現金積み増ししたりすることはできない。 また社内生産で使用することもできない。以前は、クレジットカードでの購入も可能だったが、北海道旅客鉄道、JR 北海道では2003年6月20日から、東日本旅客鉄道、JR 東日本では2005年頃から、ビューカードは最後まで購入か当たった、JR 九州、JR 四国、JR 西日本も、 段階的に購入が不可能となった。これは、クレジットカードを盗んだ者が、オレンジカードを購入、金券ショップで換金することで現金を得るという、不正業を行っており、これを防ぐことが目的であった。JR 東日本の首都圏エリアでは1991年3月1日に、イオカードが発売開始され、そして2001年11月18日に、 スイカの販売を開始した。これらのカードは自動券売機で乗車券に引き換えることなくカード体に対して自動改札機による改札処理を行うことが可能であり、オレンジカードに代わり普及し、JR 東日本ではオレンジカードの売り上げはピーク時の1991年には327億円あったが2006年には13億円に減少した。 また他の JR 各社も1990年代以降、自社独自の磁気式、ストアードフェアカードや IC カードを発売開始している。JR 西日本、西日本旅客鉄道では、新幹線単独駅に設置されている一部の券売機を除いて、オレンジカードが使用可能であり、在来線扱いの博多南線博多南駅でも使用できる。愛子か。 J スルーエリアの小規模の駅で取り扱いをやめている。一部の駅の出札窓口でも専用の処理器を使うことで利用することができた時期もある。現在でも三井市駅などの岡山支社の一部の駅に残存っている。ただし、一部の駅ではオレンジカード対応券売機が設置されていない。このため、オレンジカード対応の自動券売機が更新されない。 ケースやオレンジカードを発売していない駅も出てきている。しかし、当時や以降かの導入予定がなかった北陸地方と山口県内や山陰地方では2008年頃まで記念カードも発行されていた。また、2011年頃でも JR 北海道と JR 四国では定期的に新デザインのカードが発売されていた。JR 東日本管内では スイカの普及が進んできたため、2007年6月より、スイカ利用可能エリア内でのオレンジカードの取扱駅を順次縮小し、2012年4月1日からは、発売駅が東北、新越の主要駅のみとな、首都圏での発売は終了した。その後、2013年3月31日限りで、JR 各社ともオレンジカードの発売を終了した。 発売終了後もオレンジカード対応券売機で、引き続き、オレンジカードを利用することが可能である。なお、2014年8月1日より、ビューカード会員のポイント特典として、限定5000セットで、オレンジカードが用意され、交換可能となっていた。現在は、受付終了。当初は1000円券、3000円券、5000円券、1万円券と、 オリジナルオレンジカード専用の500円券の5種類が発売された。利用額は500円券、1000円券、3000円券が発売額と同額5000円券は5300円、1万円券は1700円であった。1000円券、3000円券は50枚をまとめて購入すると1枚多く付くサービスがあった2003年11月を持って入った。 1990年代にテレホンカードやハイウェイカードと同様、偽造カードが横行したため、1万円券、5000円券は1997年3月をもって廃止され、翌1998年1月からは使用も不可能とされた。廃止された額面のカードは、一部の駅で1000円、または3000円額面のカードに交換することが可能である。 1000円未満の波数は現金で払い戻しを行う。なお、その場合に元のカードは返却されないので注意が必要である。オレンジカード発売開始と同時期にオレンジカードに独自の絵柄を印刷できるオリジナルオレンジカードのサービスが開始された。オリジナルオレンジカードには以下の2種類があった。なお、1997年に松本駅、秋田駅、 東京駅、八重洲地下などにプリントクラブ感覚でオレンジカードを作成できる機械、オレカメートが設置された。当初は設置駅の拡大も予定されていたが、1枚1000円で500円分のオレンジカードと費用のかかることから、ほとんど広まらずに撤去された。JR 東日本では2012年1月20日、限りでオリジナルオレンジカードの受付を終了し、 JR 他社は2013年1月18日限りで受付を終了した。オレンジカードもテレホンカードと同様に収集アイテムとなっている。一時はオレンジカード収集ブームがあった。特に国鉄時代に発行されたオレンジカードで企業もののオーダーメイドのものは2000年代でも原則としてプレミアムがついている。その他広告入りオレンジカード。 業務用の窓口販売のオレンジカードにもプレミアムの付いているものが存在する。国鉄分割民営化後のオレンジカードでは、企業もの、アイドルもの、コミックものに収集対象となっているものがある。特に、JR 東日本で、イオカードがその役目を追加に移行してからは、同社の時期の記念プリペイドカードは全て、オンジカードに統一されたため、収集家にとっては、より貴重な存在となった。 保機上で、オレンジカードは交通費に当たる。本来であれば、カードには、消費税は含まれず、乗車券と引き換えた時点で、消費税が発生するが、帳簿上は、購入時点で、乗車券を購入したものとして、消費税込みとして、カード代を計上することができる。ただし、反則品として配布など他人に譲渡する目的で、 購入するのであれば、商品券などと同じ扱いであり、非課税品として処理する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。